ましての方も鬼の目まして以上の方もおつまわり、おしまわりでございます。はい、本日は2019明治安田生命 J1 リーグ第15節セレッソ大阪戦のプレビューです。はい、基本情報の確認から参りましょう。鹿島が現在5位、勝ち点が24、7勝3分け4敗、22得点13失点、得失点差がプラス9となっております。一方のセレッソ大阪が現在9位、勝ち点が20、6勝2分け6敗、12得点9失点、得失点差がプラス3となっております。両チームの通算成績へ参りましょう。鹿島側から見て49戦25勝、6分け18敗となっております。直近5試合の成績ですけれども、4勝1敗となっており、鹿島が勝ち越しております。はい、では対面フォーメーションの確認へ参りましょう。鹿島側左から右 4-4-1-1 に対し、セレッソ大阪が右から左 4-2-2-2 となっております。デサバトとメンデスですね、この2人の外国人非常に強力でございます。ここの選手はかなり気をつけなければならないかなと思っております。あとは左の清武ですとか丸橋、やはりこちら側のサイドに相手は強みを持ってやってきますよというような形でございます。はい、セレッソ大阪ですけれども、今季よりロティーナ監督に監督が交代しております。ロティーナ監督といえば相手の弱点をついてくることで有名な監督です。この試合に関しても鹿島の弱点をついてくるといったサッカーが展開されるでしょう。はい、ただし、一つブロックのところに関して言えば、スライドですねという形で、やはりこういう形で3枚がスライドして、ここにトラップを仕掛けるような形でサイドバックが飛び出してカウンターを持っていくよっていう形を主としてブロックを敷いてきます。はい、ですので結構ですね、こちら側のこの選手のところついてこられると、サイドでついてこられると深い位置まで侵入されてクロスを上げさせてしまうというシーンっていうのは結構見受けられます。というのも、ここのサイドの選手のところの守備強度の問題は少しあるのかなと見ていて思っているところでございます。質的な部分ですね、そこまでその守備に特化した選手というのを並べられているわけではないですので、形としてはこういった形で罠を仕掛けているよということはやっているんですけれども、ボールを回してサイドにさえ持っていくことができれば、はい、こちらのサイドは深い位置のところまで侵入してクロスを上げられるチャンスがあるよという、こちらは忘れてはいけない部分かなと思います。はい、でまたそもそも2トップの追い込みの連動に対して、ここの3人の連動のところが少しタイミングがずれている節が正直見受けられます。ですので、そこでずれてきた際に、こういった形でボールを散らすことができる、この守備連動のところが、ここでこうプレスをかけてきたところを外して真ん中にいるサイドハーフにボールを入れるときに、サイドにボールを散らすことができるチャンスは正直あるというところで、この試合名護がここに検討されていますけれども、名護に関して言えばサイドに散らすプレーとかっていうことも簡単に叩いてできるようなプレイヤーではありますので、その辺のところで期待はされる部分ねになってくるのかなというような気はしております。はい、ただし相手がじゃあまずどこ一番真っ先に鹿島のところ潰しに来るのかというところですけど、今季鹿島パス一番交換の率が高いのが安西から翔馬、翔馬から安西、ここのところですね、左サイドのここのところと時点がここのところなんですね、のパスが多いというところ、これに関してはおそらく相手もデータを持っている部分かと思われます。ですので、ここのところのパス交換のところに狙いを定める、ある程度ここはパスをさせておいてからパスが行った先、ここのところでまず潰しを効かせに来ることと、ここから苦し紛れに出る
右サイドへ出るボール横パスに関して狙ってくるというようなところ、ここのところにおそらくセレッソとしては狙いを持って守備をしてくるのではないのかなと思っております。はい、でそこから単純にここ安西の裏、サイドハーフの裏、要するにここのところのスペースを使ってくると、ハーフスペースのところでワンクッション入れて裏のところで2枚で攻撃をして内側にサイドが入ってくると、サイドバックも絡んで、まあ、5枚での攻撃をすることによってこの時点で数的同数になるよと、あとは後ろから1人1枚上がってくればここが戻りの関係でも数的同数にできるよというようなところで相手としては攻撃をしてくるのではないかなと思っております。はい、でもう一つこの試合で非常にポイントになってくるかなと思われるのは相手のフォワードであるメンデスですね。この選手非常に落ちて守備をしてきます。ボランチの位置まで下がって守備をするくらい献身性を持っている選手で、しかもプレー強度も高い、インテンシティも高いといったところで、ボランチ対ボランチのところ、まあ、今回おそらくここは名護になるんですけど、名護対メンデス、ここでどういった優位性をお互いに作っていくことができるか、ここがこの試合のキーになってくるかなと思われます。ですから名護としてはメンデスと相手のサイドハーフのところ2枚を剥がすことをイメージしなければならないと。ただそれだと少し難しい部分が出てきてしまいますので、できれば名護はどちらか片方を1枚を剥がすことでサイドの先ほど言ったように、まあ、このクロスの関係でボールを散らしていけるというところに、まあ、注視してプレーをしていってもらって、まあ、そこから自分が前に行くことで連動していくことで推進力を高めていくといったところに少しこの試合は期待をしたいのかなと思っております。はい、でまあ、先ほど言いましたように再度ね深い位置まで入ってクロスを上げられます。で、まあ、かつ相手のセンターバック結構ボールウォッチャーになりがちなので、早めにサイドに展開することも確かに一つの手なんですけれども、おそらくじっくり作ってサイドに展開ということもできるので、まあ、そこから深い位置のところまでね侵入することもできなくはないですから、そういったところでまずゆっくりとそのスピードアップのところのメリハリ、ここのところも相手攻略するときに重要になってくるのかなと。特に相手は速い攻撃に関してはデータ持ってるでしょうから、まあ、できれば遅いパス回しの攻撃っていうところに注力をしていきたいのかなと思っております。はい、まあそういうところにおそらく相手は狙いを持ってくるのだろうなというところと、あとはフォーマットのところでお話しすると、まあ、ビルドアップのところですね、サイドでも中でもビルドアップに行き詰まるとサイドチェンジとロングボールをサイドの選手に向かって蹴ってくるよというところがありますので、まあ、そこに関しては少し気をつけなければならないのかなということと、あとはボール保持者がスペースへ進んでいく、前にスペースがあればセンターバックであろうが誰であろうがドリブルでそのスペースへ走っていってからパスを選択するっていう特徴が、まあ、セレッソ大阪にはございますので、そこのところを要するにミドルブロックの時に少し見せていた、セレッソの形もそうですけど3枚がスライドして片方の一方に間を空けて、ここにその間のところにトラップを仕掛けるというミドルブロック、あれはこの試合にも非常に有効に効いてくる部分だと思いますので、まあ、そちらに関してやっていければいいのかな、そこのところ見れられればいいのかなと思っております。またビルドアップのところに行き詰まるとロングボールをしてくるよっていうところがあるので、まあ、ゴーゲンプレスもある程度はめに行くことは大事かとは思いますけれども、結局のところその逃げ道のところでどう対処できるかどうかっていうところになってきますので、そういったところで実験的にゴーゲンプレスとミドルブロックしっかり使い分けて攻撃をするということを大事にしてほしいのかなと思っております。はい、まあ、ちょっと心配なのはね、モチベーションのところでこのあと ACL 広島さん L の2連戦と、まあ、リーグ戦含めて3連戦というところで少しビッグイベント的なものがこのあとに残っていることがあるので、ちょっとここのところでモチベーションのところが難しいのかなっていう気はします。正直なところそれはおそらく我々サポーターもそうですし選手自身もそうだと思うんですけれども、
まあ、そういったところ少し頭から外して、まず目の前のセレッソ大阪戦、ここのところ勝ち切ろうねっていうようなところのスタンスで、まあ、臨んでほしいのかなと思っております。はい、本日は2019明治安田生命 J1 リーグ第15節セレッソ大阪戦のプレビューでした。ご視聴ありがとうございました。いいねと思った方、興味を持った方、貸し回りを応援してくださる方は、いいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回、おつまわり。